仏生山駅は、香川県高松市部市小山町にある、高松琴平電気鉄道琴平線の駅である、駅番号は、K06、琴平線、長尾線車両の管理を担当する、仏生山建区仏生山工場を併設する、以下取扱窓口、以下定期券窓口がある、途中下車指定駅、相対式、東端式二面三線のホームがある。ただし、 東端式の3番線は休日ダイヤの始発上りに列車、4列車と下りの2両から4両への車両、取り替え以外の旅客条項には使用されていない。なお、3番線は有効庁の関係上2両編成以上の車両は入線できないこれまでは、駅本屋のある東側にのみ改札口があったが、2018年9月1日に高松市立民なの病院が開院したのに伴い、 新たに西口改札が設置された。利用可能時間は平日のみ7時から17時まで。当駅の前後に留置線があり、高松蓄工型の留置線の先端には、無害貨車1万3000系1310号が20年以上全く動かず、車席だけがある状態で放置されている。ただ、2006年12月に、不通生産工場で行われた、撮影会で、工場構内に移動したことがある。 今後、複線化事業により、北側の留置線はおそらく本線化される模様で、車両の留置場所は移動する、可能性がある。駅本屋は2.3番線ホームの空港通り駅より東端にある、1番線ホームと駅本屋との間では、校内踏切を2度渡る。2001年には、 1> 1日いたりあたり3887人の利用者数があり、長尾線列車が乗り入れる河原町駅北を除いた、琴平線列車単独区間で最も多かった。しかし、現在は2964人、日まで減少しているため隣の大田駅に抜かれている。高松市立みんなの病院会員に伴い、福生産駅西口バス停が2018年9月1日に供用開始した。 琴平電鉄の建設にあたっては、当初は、琴平街道沿いのルートが予定されていたが、ふ生産地区からの誘致運動により、ふ生産経由に変更された経緯がある。かつて、この駅からは、塩野江温泉鉄道が分岐していた。その名の通り、香川県中南部にある、塩野江温泉への鉄道で、ガソリンカーを運行していた。1938年に、 高松琴平電気鉄道の前身である琴平電鉄に合併され、同社の塩野江線となったが、折しも日中戦争の佐中不要不急線とみなされ1941年に廃止されている。富生産駅構内の同線の跡地には富生産工場が建てられている。高松琴平電気鉄道琴平線を田駅、富生産駅空港通り駅。ありがとうございます。